この動画では単元7、助動詞を含む構文39ページの回答解説を行います。はい、このページでは may well あるいは may as well というちょっと紛らわしい表現と、そして助動詞 have pp の表現を学習しました。では46ページの括弧1からいきます。彼の返事を待った方が良い、はい、何とかした方が良い。これ一つめくって前のページだとハドベターが登場しましたが、まあ、このページでやるとするならば、はい、この表現でしたね。 May as well 何もしないよりは、まあ、返事を待ってみようかぐらいの消極的な提案でしたよね。これは言い方によっては might の可能性でもありますので、どっちでもいいです。はい、2番です。彼女は家に帰ってしまったに違いない。はい、違いないが来てます。あ、マストかなと思うんだけど、気をつけたいのはしまったということは過去に対するこれは推量ですよね。ですから助動詞 have pp を使えばいいから、 she must have gone home という形ですね。3つ目です。私は鍵をなくしたかもしれない。はい、これもかもしれないだから、あ、メイかなと浮かぶと思いますが、気をつけたいのはなくしたです。過去に対する推量です。したがって May have lost my key となるわけですね。4つ目、彼が最終バスに乗り遅れたはずがない。はい、はずがないというのはこれは must よりもちょっと弱いけども1個下の should ですよね。そして乗り遅れたですから、やはり過去を表してますから過去推量です。 should have、 そして今日は乗り遅れたは miss を使いましょう。 missed the last bus。 はい、should have pp というのは今みたいに過去推量の表現ともう一つありましたよね。過去に対するこう非難だったり恨みがましいような表現、ね、そっちにもなるわけです。それが5番、あの会社に応募すべきだったのに。はい、すべきが来てます。だから should なんだけど、だった過去の表現だよ ね。ちょっと恨みがましいでしょ。あ、応募すべきだったのにしなかった、あ、しまったなみたいな後悔をしてるわけだね。はい、そうすると should have pp にすればいいから、 should have applied、 apply はこれは応募するって意味がありましたよね。 should have applied for that company です。はい、6番、あなたはジャケットを持ってくる必要はなかったのに。はい、必要はないという表現は need not を使いました。そしてなかっただから、やっぱり過去に対する推量だよね。ですから you need not、 そして have pp です。持ってくるは bring の過去文章を使いましょう。 brought、 should not have brought your jacket、あ、ごめんなさい、 need not have brought your jacket ですね。はい、続けて47番に行きます。 It is getting dark outside. It may well rain before night. はい、 may well が来ました。はい、 may well は2つ意味がありましたよね。おそらく何とかするだろうというのと、何とかするのを最もだという表現ですね。そうすると今日は文脈的にどっちがいいですか？ね、外が暗くなってきた、夜までに、まあ、おそらく雨が降るだろうの方が自然でしょうか、ね、夜になるまでにおそらく雨が降るだろうとするとどうでしょうか。はい、続けて2番です。 She looks very sleepy. She must have stayed up late last night. はい、 must have pp が来てますから、過去に対する推量だよね。彼女はとても眠そうです。ゆうべ彼女は遅くまで起きていたに違いない。過去推量の表現でいきましょう。3番です。He can't have been in the museum at that time. He was with us. はい、今度は can't have pp が使われています。はい、なんとかしたはずがなかったという過去推量だよね。ということは彼がその時博物館にいたはずがない。彼は私たちといたのだから。
ちょっと怖いっすね。ホラーですね。はい。何を見たんでしょうかね。はい、じゃあ4番です。They left at 9. They should have arrived there by now. はい。今度は should have PP が来てますから、今度はどっちの方がいいかまた考えないといけないね。したはずだったなのか、するべきだったのになのか、ね、読んでみましょう。彼らは9時に出発しました。今頃にはそこについておくべきだった。ちょっとおかしいよね。9時に出たんだから今頃はそこについているはずだがいいでしょう。到着しているはずだにしましょうか。はい、5番です。 I need not have bought a new dress for the graduation ceremony。 はい、グラジュエーションセレモニー、卒業式ですよね。ですから need not have PP、ね、これを活かしましょう。私は卒業式のために新しいドレスを買う必要はなかったのになってことですね。実際は買ってしまったんだけど、ね、まあ、例えばちょっと式が、ね、オンラインになったとかですよ、ね、そんな風にドレスを使う機会が なかったのかもしれません。はい、続けて48番いきます。1つ目、この辺りにはバスがないのでタクシーに乗った方が良いだろう。はい、なんとかした方が良い、これが来てますよ。したがって There is no bus service around here, so we、はい、might as well take a taxi とするとどうでしょうか。 May as well、 might as well でなんとかした方が良い、何もしないよりはまあタクシー乗った方がまあマシだよねってことよね。テキストによってはなんとかした方がマシだっていうふうに訳しているものもあったりしますね。それぐらいの消極的な提案です。2番、彼女はすでにその計画について知っていたに違いない。はい、なんとかしていたに違いない、過去を推量してください。違いないだから助動詞は must を使おう。 must have 知っていた、 known、 そしてなんとかについてだからその計画について about the plan とか、まあ、プロジェクトでもいいですね。どっちでもいいです。3番、地面が濡れている、今朝雨が降ったのかもしれない。はい、これも降ったのかもしれない。はい、 the ground is wet。 はい、過去の話です。かもしれないだから may にしましょうか。まあ might とかでもいいですね。 it may have 雨が降る rained 今朝 this morning。 はい、4番です。彼が私の顔を忘れたはずがない。はい、なんとかしたはずがないという表現ですから、はずがないは cannot を使いましょう。 He cannot have forgot。 イギリス英語だと、forgotten でもいいですね。はい、そして私の顔ですから my face を入れてください。はい、5番です。あなたは出発前に電車の時間を確認しておくべきだったのに。はい、なんとかしておくべきだった、つまりこれは後悔してるわけだよね。しなかったからちょっと乗り損ねたとか行っちゃったとか、そんな感じですよね。そこで、べきだったから should を使いましょう。 should have、 さあ PP ですから今日は checked を使いましょうか。 should have checked、何をチェックするかといったら電車の時間ですから the time of the train となりますね。はい、ここまで助動詞を用いた構文をやってきました。次回からは仮定法を含む構文に行きたいと思います。お疲れ様でした。